アクセルドモンは、フランス、バランス出身の自転車競技選手。2013年から AG2R、ラモンディアルに所属。BMX スムアロマンに加入し、BMX 競技を始める。10歳の時に、スプリンタークラブドブールレバロンスに加入し4年間在籍。その後、VS ロマネペアジョアに移籍。2005年と2006年にノービスカテゴリー、2007年に、 ジュニアカテゴリーで、ドローム県のシクロクロス王者になる。2008年にはツール・デュバルロームイのジュニア部門で、優勝。翌年、フランス DN にカテゴリーチームの UC オーブナに加入。2010年、AG に R、ラ・モンディアルの株育成チーム、シャンベリー・シクリズム・フォーメーションに加入。2011年、ツール・デペイド・サボアにフランスナショナルチームとして出場し、総合8位。 その他にも、ピッコロジロ、ディロンバルディアで2位、ジロ、デルフリウリベネツア・ジュリアで、総合3位、ロンド・ド・リザールで、総合8位、U23 ヨーロッパ選手権、ロードレースで9位と着実に結果を出す。8月からは、AG に R、ラ・モンディアルのトレーニーに選ばれた。2012年、グランプリド・ビュクセロールやトスカーナ・テッラ・ディチクリズも第5、ステージなどで優勝。 アヌマス・ベルガルド・アヌマス・デニー、ロンド・ド・リザールでは、総合7位に入った。2013年、AG ・ニ r アール・ラ・モンディアルに昇格し、プロデビュー。2014年、シルキュイ・ドラ・サルト第5ステージで、逃げの5名の中から、残り 1km でアタックし、逃げ切り、プロ初勝利。しかし5日後、パリカ・マンベールで、落ち車し中手骨を骨折。 8月のシャトールークラシックドランドルでも落ち車し、骨盤と鎖骨を骨折、足首を捻挫し、シーズンを終了した。2015年ツアーダウンアンダーでレースに復帰。しかし3月のルサミンで落ち車し、人生で5度目の鎖骨骨折、頭骨も骨折してしまう。ジロでイタリアツールドフランスブエルターエスパーニャ。ありがとうございます。